異次元のスピード、超人的ともいえる身体能力、それが自転車ロードレース。山梨県富士五湖エリア、世界遺産富士山が織りなす雄大な自然美は見る者を魅了してやみません。そんな富士山麓を舞台に新たな感動が紡がれようとしています。東京2020オリンピック自転車ロードレースのコースは東京都をスタートし、神奈川県、山梨県を通過して静岡県の富士スピードウェイにゴールする244キロメートル。熱狂と興奮が世界遺産富士山のお膝元で繰り広げられます。東京2020オリンピック自転車ロードレースではどのような戦いが待ち受けるのでしょうか。元プロサイクルロードレーサーの今中大輔氏に伺います。東京オリンピックは非常にタフなコースなんですね。距離は 244km、 獲得標高は実に 4865m あります。気温も高いので、非常に極限の戦いになる可能性がありますね。自転車のロードレースはチームの戦略が大切なんですね。選手同士が風よけになってハイスピードが生まれます。オリンピックもその迫力のある戦いが見れると思いますね。順番に見ていくと、武蔵野の森公園をスタートして、そこから平坦が続くんですけれども、そのスタートからいきなりアタックをかけて集団から抜け出す選手たちがいると思います。その選手たちは体力の消耗がやはり風圧によって激しいですから、最後まで、スタミナが持つ可能性が少ないんですね。しばらくすると山梨県の道志村に入ります。この国道413号は道志道と呼ばれています。サイクリストも多いんですけれども、渓谷美があって自然豊かで非常に人気のコースですね。山伏峠に向かっての登りも観戦ポイントです。勾配が徐々にきつくなっている、それを利用して選手を疲弊させるような戦いが見られるんですね。本当におすすめのポイントです。道志道を越えると山中湖です。選手たちの眼前に富士山が現れます。山中湖は標高約 1000m の避暑地です。夏でも涼しいですし走りやすいですね。爽やかな空気とリゾート感、この雰囲気の中で爽快なレースを見ることができると思います。山中湖を通過し鹿児坂峠を越えると静岡県内に入ります。レースはいよいよ中盤に差し掛かり、ここでは先行する選手たちを追いかける選手たちが生まれる、いよいよ活性化していく状態になります。そして再び山梨県に入ります。静岡と山梨をつなぐ三国峠、これがレースを左右する重要なポイントになります。三国峠は非常に急な上り坂です。もう壁のように感じる上り坂、ここでは差が圧倒的に開く可能性がある。山頂を越えて、山梨県側のダウンヒルは非常に高速になります。ここで差をしっかりと保つことが大事になります。勝敗を分けるダウンヒル、ここでは選手が必死です。富士山の絶景も見れます。本当に重要なポイントになるんですね。ここからゴールまで約33キロです。山中湖を半周し、鹿児坂峠まで逃げ切ることができれば、富士スピードへのゴールまでは下り基調なんですね。この下り基調っていうのは、小集団にとっても非常に有利です。先頭集団が逃げ切って、そのまんまゴールスプリントをし、優勝者が決まる可能性もあります。ロードレースを実際に観戦するにあたっては、
一番のポイントはやはり選手が間近でハイスピードで駆け抜ける、この迫力が魅力なんですね。今回のコースは感染ポイントが多いですね。例えば道志村、渓谷美と選手たちの迫力のある登り、そして山中湖は富士山が見えて選手たちが走っていくその壮観な眺めが素晴らしいと思います。そして実際のコースを走るのがロードレースの魅力なんですね。皆さんもぜひ体験して東京オリンピックに思いを馳せてくださいね。コースごとに様々なドラマが生まれる自転車ロードレース、オリンピックコースを体験し、選手を間近で応援し、日本を代表する景観の中で一緒にオリンピックを楽しみましょう。オリンピックの熱狂とカフェを富士山のお膝元で一緒に分かち合いましょう。私たち山梨県民あげて皆様をおもてなしします。ぜひお越しください。